ガチャコーマジックよっ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれ、今日どちらですか？今日は、謎の南の島です。本当ですか？はい、今日はどうですかね。天気良かったですね、今日ね。あ、天気良いですか？うん、すごい良かったですね。ああ、と、そうですね、普通はこう、なんかこう暑いとプールとかこう入りたくないんですけど、はい、少し温度が下がってくると、はい、プールとか入ってみようかなって気になる、そんな感じですね。ああ、はいはい。え、プールでなんかやられてたりするんですか？はい、プールでバク転で飛び込んでみたりとか。そういうことするんですか？そんなぐらいじゃないですか。へ、まあ、あとジムとか、ジムも行くんだよね、当然ね。はい。うん、ジムとか全部ついてるから。はい。うん。自分の、まあ、ね、住んでるところにあるんで、そこでまあやるっていう。そんな感じですかね。へ、今は、あの、トレーニングとかそういう時期なんですか？はい、ちょっとわかんないですけど。トレーニングは夏ですよね。今は、そっちじゃないんですけど、はい、まあ、まあ、そこそこ絞ってあるのかな、うん、という感じですね。トレーニング、その、なんていうかな、トレーニング、当たり前のことなんだけど、まあ、どうしようかな。この話すると長くなっちゃうな。はい。20、30とか、まあ、40、30ぐらいの人かな、はい、のトレーニング、40、50、の人のトレーニングを全く変えなきゃいけないんで、はい。それは若い頃からトレーニングしてる人はそのままやっちゃうんですよね。そうすると、とんでもないことになるんで、はい。うん。その、なんていうのかな。X と Y 軸がこう、クロスするとこが大事なんだよね。はい。X と、うん。何のことかわかんないでしょ。ちょっとわかんないですね。すいません。まあ、謎にしとくわ。わかんない。わかりました。うん、で、あの、今回から、あの、はい、ビジネスクラス、の攻略法ってことで、はい、全5話にかけて、はい、ちょっと、塾長が、ビジネスクラスにおける、こう、やられてることというか、一連の作業をちょっと教えてくださるっていうことを伺ってたんで、うん、伺ってたんですけど、なるほど、はい。あ、いいですよ。じゃあ、ちょっとそっちの話しましょうか。そうですね。うん、じゃあ、ちょっと元気出してきますよ。よろしくお願いします。はいはいはい。で、まずそのビジネスクラスの、今日は知らざる秘密ってことで、はいはい、そうですね、ビジネスクラスをちょっとこう、なんていうんですかね、知らないこうメリットとか、うん、ビジネスクラスってこういうものがあるんだよみたいな世界をちょっと教えていただけると嬉しいんですけど。なるほど。まあ、なんの、なんていうのかな、会員制度、ステータス持ってない人がね、はい、ビジネスクラスに乗るっていうのは非常にメリットがありますよね。はい、1年に1回か2回しか乗らないっていう人がビジネスクラスに乗って、はい、それで行くと、ほら、上級会員のしか入れないような、まあ、ビジネスクラスの人はみんな入れるんだけど、はい、そのラウンジ、はい、にまず入れますよね。うん、で、まあ、ビジネスクラスの秘密っていうんですけど、その、そうですね、ほとんどダイヤモンドの人とかが多いから、うん、やっぱ SFC の人が多いからね、ビジネスクラスって言っても、って思う可能性もあるんですけど、はい、まあ、実際乗ろうと思うと非常に高いんですよね。うん、この間も、まあ、ちょこちょこ話は出てきてると思いますけど、はい、東京からパリまで、はい、まあ、ちょっと下がったけど、300万ぐらいなんだよね、往復ね。うん、ビジネスはノーマルだよ。はい。あ、ごめん。これファーストクラスだった。ビジネスのノーマルで、120万ぐらいかな。はい。今いくらぐらいでしょ？ちょっと叩いてみま、見れます？あ、了解です。私がなんか喋っちゃうかじゃん、その間。ビジネスの往復だと120ぐらいじゃなかったかな。パリまでですか？そう、パリでいいですね。はい。今急いでみますね。ちょっと。はいはい。まあ、時期にもよったり、あ、今、パリは安いか。逆に寒いからね。まあ、そんな値段変わらないはずだから。はい、了解です。ちょっと。どうでしょう。ビジネスクラスで検索。うん、ファーストクラスだと300万近いんですよね。あ、すいません。12月はちょっと空きがないって出たんで、ごめんなさい。あ、もう混んでんですね。
そうですね、年末だとちょっとやっぱ、行く人が多いんじゃないですかね。もう今から取れないんですか？ちょっと今別にって、あ、たまたま今の日程がダメだったと。あ、出てきました。あ、すごいですね。マジですか？いくらですか？ 145 万円になってますね、ビジネスで。そうでしょう。はい。じゃノーマル C かな、じゃあ。まあまあ、それはいいとして、一番いいや、ディスカウントでその値段？それとすごい、すごすぎるね、それ、ちょっと。CDG だよね。J、D ですね。D クラスですね。D？ はい。うん、結構上だね。でも、そんなもんですか、値段。で、145万で、フレックスプラス、1個上のランクになると、はいはい、J になると205万。J で205も取れるの？まあ、J と C と同じだと思うんだけど、ほとんど。はい。C はどうですか？ C は、ちょっと出てこないか。はい。J が、まあ、J がノーマル扱いなんですね。はい、7の場合。C もありますけど。はい。J が一番上ですね。ってことは200ですか？そうですね、200。高すぎるでしょ、それ。そんな値段になっちゃいました。ちょっと今別にっていう人になってます。12月のちょっと今、クリスマスとかにしてたんで。あ、クリスマス時期ですか。あ、今、あれですね。2月にしてみたら、30万は P ですよね、多分ね、おそらくね。30も出ますね、確かに。それ P だと思うんですね。はい、2月にすると、出てきますね。30、ちょっと待ってくださいね、今。消えちゃった。そうです、36万で、まあ、30万ですね。はい、出てきました。P です。これちょっと現実的じゃない、取れない可能性が高いんで。P ですね、はい。うん、そうすると次の Z か。Z が45万ですね。45はそうですね。はい。うん、で、まあ、J。年末だからまあちょっと高かったと思うんですけど、はい、まあこれ見る限り高いので100、はい、安いのでまあ45万ぐらいと、はい、まあ、まあそんな感じだと思うんですよね、はい、うん、そうするとやっぱり、うん、安いので50万見つけて乗っていくと、はい、いうことになったとしても、はい、まあなんていうのかな、お金が有り余ってれば別だけど、なかなかねそのビジネスで行こうという気になれない人も多いかもしれないですよね。年1回だと。うん、はい、年1回だといけますけど、はい、これが3、4回になっちゃって、じゃあ乗ってこっていう人は非常に少ないと思うんですよね。うん、うん、まあ少ないってわけでもないけど、ちょっと難しいと思う。はい、そうすると、うん、その少ないものになんでみんなお金を払うかってことでしょ。はい、うん、そういうところに迫っていきたいなと思うんですけど、はい、まずビジネスカウンターのクラスのカウンターからチェックインしたことありますか？日本で。はい、あります。ありますか？はい。どうです？いや、並んでます？並んでないですね。並んでない？はい。あそこは羽田ですか？あ、ビジネスのクラス、すいません。ビジネスクラスのとこ並んでますね。並んでるでしょ？はい。ビジネスクラス、もしかしてエコノミーより並んでる可能性あるんだよね。そうですね。なんででしょう？それはやっぱり、塾長の、塾長のせいって言っちゃいけないんですけど、ガチンコ修行僧が。僕のせいですよ。ガチンコのせいですよ。ガチンコが増えたからじゃないですかね、やっぱり。ガチンコのせいで、プラチナとか SFC が多いから。そうですね。エコノミーなのにそこに並んじゃうと。そうですね。うん、まあ、そういう現象です、ね。そういう現象です、ね。で、その後、まあ、皆さん、例えば、まあ、成田だと、今だと、スターアライアンスのゴールドトラックかな。はい。っていうのと、ゴールドトラックって通ったことあります？あります。もうないでしょう、弟子は。いや、最初の方はファーストクラスばっかりで。はい。最初はそっちだったんで。そうですよね。はい。ゴールドトラック、トラックみたいなの通るんですけど、まあそこを通って入って、で、まあチェックインをして、まあ、ビジネスクラスのラウンジに入ると。はい。で、ビジネスクラスの場合と SFC のクラスの違い、SFC の人の違いって、ビジネスクラスのラウンジに入れるのは SFC とかプラチナもしくは、ビジネスクラスの人だと思いますけど、はい。何が大きく違うか分かります？ビジネスと SFC、ラウンジに置いてですか？はい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 。あ、ラウンジに置いたらすみません、考えたことなかったんですけど。うん、みんな考えないですよね、これ。はい。SFC とかプラチナの人は、はい。同乗者も無料なのよ。はい。でも、ビジネスクラスの人って同乗者ダメなのよ。あ、そうなんですね。そう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 。日本の場合はできるかもし、できたかもしれないけど、海外はまずほとんどダメ。で、まあ、今調べてもらえば分かることなんだけど、はい、ビジネスの場合はダメなはずです。そうすると、
はい、どれだけね、SFC の方が恩恵が多いかと、はい、いうのがこれで分かってくるわけですよね。確かに。うん。うん、まあ、もしかしたら日本はできるのかもしれない。でも、海外はダメですね。と、はい、いうことは、行きはできるかもしれないけど、帰りはダメみたいな。はい。いうことになると思うけど、おそらくダメだと思います。ビジネス。なるほど。うん、まずそういうところがあるんですね。はい。じゃあ、いや、そこまでして乗るんですかっていうことになると思うんですけど、はい。年1回しか乗らない人だと、やっぱり、その SFC でお金使ったり、プラチナ貯めるためにお金使っているよりも、ビジネスクラスのラウンジ入れるんでね。はい。非常にいいと思うんですよ。ただ、今、ビジネスクラスのラウンジ入ると分かると思うんですけど、はい。ちょっとなんかその、50万とか100万とか払って乗る人、はい。のいる居住スペースじゃないような気しませんか？あ、そうですね、思いますね。非常にきつい状況になってきてるんですよね。はい。うん、でそうすると、やっぱりみんな何にお金払うかっていうと、アナの、やっぱ飛行機の中、はい。中のビジネスクラスの予算に払ってくるんですよ。うん。ここ、いつかな？2、3ヶ月前から、はい。ビジネスクラスのこう、短距離と長距離、あ、まず短距離と長距離ってビジネスクラスあるのを知ってますよね。はい。でも、まあ、その、グレイドールだったり、スタックアウトだったり、いろいろあると思うんですけど、はい。結構長距離と短距離の違いって何があるかわかります？え？これね、結構ね、みんな僕は、ビジネスクラス乗ってるぜとか言って、はい。じゃあ、どこ乗ってるのって聞くと、アジア線みたいな人も結構多いんですよ。はい。うん。で、じゃあ、アメリカ線とか大陸線は高いですよね。はい。50万とか100万ぐらいですけど、大陸線とかヨーロッパ線とか乗ってる人？はい。に比べると正直言って全然違うんですよ。うん、何が違うのあります？いや、まずあのシートが、うん、はいはい、シートね、っていうシートがフルフラットにならないってことですよね。はい。でもロサンゼルス、まあ、最近は機材が新しくなったけど、まだあの長距離線でもフルフラットにならないのがあるんですよ。はい。あの135度ぐらいかな、180度にならないのがあるんですよ。うん、あれはめちゃくちゃで、個室スタッカードじゃないやつ。はい。いまだにまだ走ってますからね、長距離線。へぇ、うん。だから長距離線ってなっても、その、なんていうのかな、B7 の古い形。はい。200とかになっちゃうと、フラットにもならないですからね。あ、結構まだそういうのが飛んでたりするんですよ。はい。なるほど。あとわかります？長距離と中距離の違いって。機内食が違うとかですか？ああ、いいですね、いいですね。機内食が違うんですけど、どういうふうに違うんですか？そうですね、ちょっと短距離線があんまり1回しか乗ったことないんで分かんないんですけど、はいはいはい、確かでもそうですね、長距離線の方があのしっかり、うん、しっかりしてたというか、うんうん、そうですね、美味しかった記憶がありますね。あ、そうですか。はい。その多分だけどアジア線だと中短距離だから、はい、長距離じゃないんですよ。あ、実はね、うんうん、その何時間以上っていう規定があったり、あとその飛行場によってこっちは中距離、短距離とかもいろいろ決めてはあるんですけど、はい、まあまあ大体フルサービスの、長距離になると、はい、ご飯の後になんかいろいろ食べれますよね。あ、はい、ありますね。うん、何食べれました？あ、頼まなかったんですけど、なんかあのアイスとか、はい、はい、なんかラーメンとか、たこ焼きとか、はいはいはい、そういうのがありますよね。はい。うどんとかね。はい。うん。まあだからご飯以外でまたもう一回食べれるみたいな。はい。で、朝食もつきました、ちゃんと。あ、ありました、はい。ありましたよね。はい。朝食、ご飯2回つくんですよね。はい。ご飯2回に、途中の、で、好きなラーメンだとか食べれるようになってて、そうですね。はい。もう、四六時中、うん、ものは食べれるようになってるのが長距離線なんです。はい。で、じゃあ短距離、まあ中距離もそうだけど、ご飯っていうのはどうなりますよ、じゃあ。中距離は1回だけですね。1回だけですよね。はい。ご飯がポンと出てきて、それで終わりじゃないですか。そうですね。で、近いからいいかっていうと、そうでもなくて、結構短距離はかなりあのお得感をそうするとなくなるんですよね。ああ、確かに。うん。で、長距離でご飯出ない路線あるって知ってます？え、それは知らなかったですね。知らないでしょ。はい。みんな結構知らないんだよね、これね。ご飯出ないと一回も出ないんですか？朝ご飯、到着間際の朝ご飯みたいなので、その、おかゆみたいなのしか出てこない。はい。そういうのがあるんですよ。はい。知らないですか、それ。ちょっとわかんないですね。はい。わかんないですか？はい。それはね、あの、機材間違えたり、時間間違えるとそうなるんですよ。で、予約取るときにね、はい。
おかしいな、この機材、なんでこっちの機材いつも満タンな 満席なのにこの機材空いてんだろうっていうのが結構いっぱいあるんですよ。はい。で、あと、なんだっけ、特典航空券、あ、取れるじゃんみたいな。はい。やったーみたいに取るでしょ。はい。そりゃそうだよね、そのご飯つかない機材の。それとフルフラットにならない機材だから。はい。そういうことが結構あるんですよ。あ、なるほど。だからみんな、うん、何にも考えないで乗っちゃったりするから、ビジネスね。はい。そうすると、僕的には、ちゃんと考えて乗ったときと、考えないで乗ったときは、はい、例えば50万、考えて乗ったのが50万だったとすれば、はい、価値的に言ったら僕は30万ぐらい差が出て、20万と50万ぐらいの差が出ると思うね。なるほど。なんていうかというと、ご飯が出ないから、はい、まともに。はい、で、出たとしてもフルフラットじゃないし、っていう機材、あの時間帯があるからね。はい、最近それをこう消すように一生懸命やってるんだけども、はい、一応 B8 の、なんていうのか、機材をもう一回、なんつったっけな、一回修理に全部出すやつ、はい、それでまあまたそういう機材が走り始めてるから、またあるんだよね、そういうの。なるほど。うん、ということで、はい、確実にその自分が乗るビジネスクラスの時間帯と機材をしっかり確認することだね、はい、それをしないで乗るととんでもない目に遭います。穴、はい、だから同じ路線だから同じだろうの全然違います。はい、これは最新機種の方がやはりよろしいんでしょうか、あの機種は。うん、いや最新機種でもほら、B8 の9なんかあれでしょ、はい、アジア中距離戦なんてなったら、フライフラットじゃないことがありますから、はい、うん、そうすると、そうじゃ、確実にそうだとは言い切れないですよね。なるほど。ちゃんと、うん、シートマップ見てやってますよ、ちゃんと。一応そうですね、合宿先生にはい、忠告を受けてからやるようにしてますね。そうですか。はい。ほら、じゃあさ、僕のよく見てる謎のシートマップ、あ、はい、はい。シートマップってあれで、火がついてるやつよ。はい、あります。炎がついてる、ぼーっと燃えてるやつと、はい。あと、黄色のうんこ色と、あと、緑色のシートマップ別にあるんだけど、それ知ってる？あ、はい、伺ったことあります。全路線の。はい。うん。あれを、あれじゃない？みんな教えてあげたらいいんじゃない？あ、そうですね。みんな乗るときにこれ見ろみたいな感じで。はい。欲しいですね。欲しいですか？はい。で、下にほら、これ、今、メールアドレス登録してくれればさ、はい、そこのグーっていうとこに、グーってポチあるじゃない？はい。ね、そこにメールアドレス、クリッとカチッと登録してもらえば、はい、そこに教えてあげた方がいいんじゃない？あ、そうですね、そうですね。シートマップ一覧プレゼントみたいな。はい。このウェブサイトに行けみたいな。はい。あ、じゃあそれちょっと上げた方がいいですね。あ、本当ですか。うん。じゃあグーポチして、はい。イメールアドレス登録してくれた人にはみんなにそれ上げた方がいいですよね。あ、ありがとうございます。うん、そういうふうにします。はい。あとね、ビジネスクラスだとマニアックな話になってくると、うん、最近出てきた、まあ、新しいの乗ってるみたいだから、ビジネスクラス。はい。B8 の787の、ダッシュ8とダッシュ9の違いって分かりますよ、何か。え、すみません、全く考えたことなかったんで、もう分かんないです。全く考えたことないですか？はい。B8 だったら同じに見えます、やっぱり。見えますね。ああ、そうか。僕なんか新しいB8 に乗った時、ショックだったもんね。え、そうなんですか？悪くて。あ、悪いんですか？悪いんだよね。へえ。ただ、改善されてるところはあるんですよ。なんていうのギャレーというか、この、カート？はい。カートの開け閉めの部分の金具とか、はい。とね、細かいことで言うと、うん、一番前の、はい。ビジネスクラスの一番前のシートのところに、こう、なんていうのかな、物入れがあったんだけど、はい。まあ、それがなくなってフラットになったとか、はい。あと、うん、何しろ一番あれなのは、もう個室感がもう全くなくなっちゃったよね。はい。JAL の飛行機みたいになっちゃった。はい。JAL のビジネスクラスみたいになっちゃって、はい、全く個室感なくなったんですよ。それは乗って感じないですか？ちょっとわかんないですね。前のちょっと古い方のその、スターカードだと、はい、乗ると、自分のあの乗った場所で何やっても見えないみたいな、そんな感じなんですよ。はい、エロ本読んでもわかんない。はい。塾長隠れてエロ本読むみたいな、そういう状況なんですよね。はい、でも今できないですもん。うん、CA さんが歩いてるとみんな見えちゃうから。ああ、な
前見えなかったんですよ。はい。おそらくだけど20センチぐらい壁が下がってるぞ。うん。だから個室感が全くない。はい。なるほど。うん。あと、そうだな、JAL なんかそうなんだけど、囲いが低いし、はい。あと、個室感ないね。で、あとね、ガチャーンってテーブル知らない？スタッカードが出たときに、はい、テーブルの、ほら、テレビの下からガチャンとこうテーブル出るの知らない？あ、わかります、わかります。知ってるでしょ？はい。ね、なんかすげえテーブルだなと思ったじゃないですか、最初。うん。あれもうないのよ。あ、そうなんですか？あれ横から出てくるの、テーブルが。へぇ、横からですか？そう、新しい V8 は横から出てくるよ。だから、ほら、中途半端にこう、なんていうか、前から出てきて結構、僕的には好きだったんだけど、はい。半分ぐらいにして、あれ、すっと席、座席立ってたのよ。ああ、なるほど。今、横から出てくるから立てないんで。ああ。で、あと、僕はメガネをかけてるから、はい。条件の場合なんかそうですよ。メガネ入れとかがついてるんだけど、はい。それがついてないんだよね。ああ。最近だと。あと、あれ、知ってる中距離も長距離も、2ヶ月前に統一されたものっていう、何か知ってます？え、これ最近の話ですか？そうそう、最近。僕、衝撃を受けたんだけど、実は。え、そのアメニティがなんかでも変わってて。普通アメニティなんだけどね。そうそうそう。飲み物の一部なんだけど。え、わかんないです。わかんないですか？はい。グラスなんですけど、はい。感じないです。あ、ちょっと2ヶ月ぐらい前でも乗ったんですけど、いや、ちょっとすみません、そこまで見てないですね。グラスって、はい、ここなんていうかな。まっすぐのグラスだったんですけど、はい、長距離戦だけこう、カーブのある、結構、優しい感じの丸い、お尻みたいなグラスなんですよ。ああ、わかります、わかります。はい。うんうん。いい感じの、薄い感じのね。はい。あれが、どこにでもあるような歯磨きコップだったのよ。歯磨き用のコップだったのよ。なんか、中距離のビジネスクラス。はい。うん、あれが全部長距離用のやつで統一されてきたんだよね。はい。で、お茶のなんかもそうなんだけど、お茶の入れるのが、ちゃんと、なんていうのかな。日本茶を入れるお茶入れになったんだけど、中距離も。はい。長距離。うん。それに統一されてきたんだよね。グラスが変わった時はもう衝撃でしたよ、僕は。数ヶ月前からなんですけど。はい。その時はグラスがポッと出された時、なんじゃこりゃって僕言いましたもん。本当ですか？いつから長距離になったのって言ったら、いう話をしたら、いや、実はそうなんですよ、と。はい。そうするともう CA さんがニヤ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 笑うわけですよ。はい。こいつは知ってるな、みたいな。あ、で、僕も CA さんも、お前もっと早く言えよ、みたいな感じで、ニヤ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 して二人で見てるわけですよ。みんな気がつかないから。ただ気がつく人で言う人は、これ新しくなったね、コップガードとか言うわけよ。ああ、そうですね。僕の場合は違うから、おお、長距離戦になったじゃんみたいな。なんでみたいな。だから長距離戦と中距離戦と僕両方乗るから、はい、もう中距離戦とか短距離戦のビジネスクラス、もうがっかりなのよ、すべてにおいて。すべてにおいてがっかりで、なんでかな、CA さんも全然違うね、気合の入り方が。アメリカの大陸戦とか、うん、あとそれからヨーロッパ戦。はい。じゃあ、ヨーロッパ戦とかアメリカ大陸戦っていうのは違う CA さんが乗ってるんじゃないんですかっていうんですけども、はい。いや、それみんな同じ CA さんなんで、はい。もうがっかりするわけですよ。同じ CA さんが乗ってるのに気合の入り方が違う。やっぱり CA さんも分かってるのよ。はい。大陸戦の長距離、もしくはヨーロッパ戦による長距離に乗る高いビジネスクラスに乗る客っていうのは、はい。一味も二味も違うから気をつけろよと。いや、分かってるんだよ、みんなね。はい、なるほど。ということで、長距離戦に乗るビジネスクラスと、短距離戦、はい、中距離戦に乗るビジネスクラス、特にアジアに飛ぶのはもう全然違うものです。はい。全く別物だと思ってください。わかりました。どうせだから、ちょっとファーストクラス関係のやつも話してあげようと思うんだけど、はい。まあ、今度にしようかね、じゃあそれは。わかりました。まあ、そんな感じかな、最近のビジネスクラスの秘密というか。いや、でも奥が深いなっていうふうに思いましたね、すごく。うん、だできればそのアジア戦に乗るときは、はい。これほら、大金持ちもみんなそうしてるじゃない？はい。なるべく、ま、エコノミークラスに乗ると。はい。本当に損だから。はい。それだったらお金貯めて、その分のビジネスクラスを。はい。あれだよね、大陸戦とか、ヨーロッパ戦に。全然いい。なるほど。うん。ただまあ、そういうのも含めて、まあいろいろ、まあ、あるんだけど。
はい。その話していこうかな。じゃあ今度はね、ファーストクラスとかも。よろしくお願いします。まあ今日はこんな感じでどうですか？はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガチゴー！マジック！